江戸時代の流装の絵。日中両国の服の特徴が見られる流装の男性瓶型という染め方を使った流装を着て琉球舞踏を踊る女性礼服儀の士族の男子と庶民服の武士の男子流装は昔琉球王国における民族衣装のことであり今沖縄県の伝統的な地方衣装でもある琉球王国という国は薩摩藩の属国及び 江戸幕府の支配下の日本領土である。この同時に中国の明朝、新国の作法国、朝廷国でもあった。長い時間に日中間の文化を取り続けて、日本の和服と中国の漢服の特徴や着方、文様、織方法を融合し、独自の流装文化が生まれた。琉球王国以前の流装に関しての記録は極めて少ないが、いずれも日本の縄文時代、 弥生時代の服装に近い様式である。前期は、明朝からの影響が絶大だったが、明朝の滅びに伴って、新国は、寒服ではなく、満州服を、中国全土に強制的に推奨した。琉球王国は、服の真似の手本である明朝寒服がなくなったため、服装文化の面ではまた日本の和服に撤回した。17世紀、薩摩藩による琉球侵攻以降、 日本の和服が大量流入した。庶民は日本、中国、琉球王国自身の服装の中で無償法に、引き続けて琉球王国内は服装乱立の減少が発生し、全国の服装の統一性がなくなってしまった。1800年代から琉球王国の国王は幾度かの衣服定を出し、時代、地域、身分によって諸子や町部役将、婦人の服装が 強制的に規定され、それぞれの独特な着用方法を付けされて、いよいよまとめた服装文化になった。基本的に身分の高いものだけが、絹製の衣装、かすりやもんりなどを許された。内ジナースガイは亜熱帯の気候風土に合わせて色々な形状があるが、身分が違っていても、下記のような特徴がある。思想家、リウムネヨシは、以下のように印、粒層と、 脳衣装との近接性を指摘している。竜宗吉選手第五巻、沖縄の人文より、沖縄の富民芸協会編春秋社しかし、日本が派別地方的風俗の中で最も特色ある土地は、北方より、むしろ南方の沖縄であると言わねばなりません。沖縄は、いわゆる、流僧において、特色ある、独自の文化を示しているのです。これは、 沖縄が派兵一つの特権だと言わねばなりません。思うに、流僧は二つの起源から発したものです。一つは、言語と同じく日本の鎌倉、足利時代の風俗を受け入ものです。そうして一つにはその土地の温度や湿度から必然に、換気せられたものなのです。いわば歴史的伝統と自然的要求との結合であって、地方風俗としての十分な根拠を有するものです。 私たちは、あの脳衣装がいかに立派なものであるかを知っています。それならなぜその形態を引き将軍流層に美を認めないのでしょうか。脳衣装はすでに古典に属するものですが、琉球では、それが現在にも生きているのです。思うに形は遠く、打ちかけに起源をおはべものでしょう。立ち方はほとんど脳衣装と変わるところがありません。帯を持ちいはしないのです。 今の和装に用いる幅広い帯の流行は、起源がもっと新しく、流装の方がずっと個格を示しているわけです。のみならず、幅広い帯を着物の上に用いないということは、全く沖縄の気候が要求することなのです。量を取る上にそれは、極めて自然な服装だと言わねばなりません。保険の上から見ても理にかなったところでありましょう。流装は、 日本の風俗の成形であり、しかも地方的特色の、最も鮮やかなものです。昭和史根流統一的琉球国、史匠第一直し、直さ光明朝長皇。日民史、外国列伝、琉球国、はじめ、千伊佐元年、昭和史を剣士無き明朝旧玉物漢服、絵玉物悲弁部。あと来たるまた絵玉物進化復職姿政等が安年。 昭和を再建し長考。死者将の前所玉物的進化官部区異変波乱。請求再玉物。明秀胸乗りカレー竜国事故を制作官部区。シャマサル、竜宮六札用法位め平山並三北的、昭橋を玉物林法。最大、竜宮六札用法位。磯野国有造王、岩国三男王、三北王、後ころ平、孤独昭中山風の者。 なおその旧校なり賜物もの入りほう、最大誌二品里トあっと来るなおまどか吸いこぼし第一直し、混流第二直し王朝、継続無き妙朝朝行、大人誌へた物もの服。ありがとうございます。